種からね、苗になるまでの日数が野菜によって全然違うのは皆さんご存知ですか？ナスとキュウリは同じ日に種をまいても同じ日に畑とかお庭に植えることができません。このあたりのね、違いを今回は皆さんにシェアできればと思います。園芸屋さんやホームセンターで販売されている苗はある程度、品種が決まってしまっているので、変わった品種は種からしか育てることができません。なので種から育てられるようになると栽培できる品種の幅がぐーんと広がります。今回は種まきから苗になるのにかかる日数を短いものから順にランキング形式でお伝えしたいと思います。はい、種から苗になる日数長さランキング第5位、こちらキュウリになります。キュウリはね、だいたい1ヶ月、30日ぐらいで種から苗に育ちます。芽が出る地面の適温のことを発芽適温というんですけど、だいたい発芽適温が25度から30度となります。なので、ポットに種をまいたのであれば暖かい気温の場所で育てるようにしてください。温度がね、高いだけで日光が当たらないと徒長って言ってひょろひょろひょろってした背の高い苗になってしまいます。こうなってしまうと失敗なんですよね。そのまま育ててもなかなかしっかり根の張った苗にはなりにくいんですよね。ですので日の光もしっかり当たる場所で芽が出るまで育ててあげてください。はい、第5位がキュウリになります。はい、種から苗になる日数ランキング第4位、こちらオクラになります。まあね、ほとんどキュウリと変わらないんですけどね、だいたいオクラもキュウリと同じで30日くらいで苗になります。発芽の適温は25度から30度。キュウリとの違いで言うとね、オクラは殻がすごい硬いんですね。なので種まきする前日の夜から、瓶とかに種を入れてお水を入れてお水につけておくと芽が出やすくなっていいと思います。ただね、種もやっぱり生き物ですので長い時間お水につけすぎてしまうと呼吸ができなくって芽を出す前に死んでしまうんですね。なので一晩以上はあんまりお水につけることは避けた方がいいと思います。あとね、オクラはね、過去に苗を植え付けるときに根っこをね、ちょっと崩してしまったことがあって、それで枯れてしまったことがあります。直接ね、育てる畑とかプランターに種をまいた方が簡単かもしれないですね。はい、オクラは花が咲いて3日後にはオクラになるんですね。なので、なんとも回転の早いお野菜です。夏のね、食卓では大活躍ですね。おひたしにも、サラダでも、スープに入れても、炒め物でも美味しいですね。私はね、畑で植えるときに1穴に3粒ずつ巻いています。こうすることで、あまり高さが高くなりすぎないので収穫もすごくしやすいですし、1穴に1粒ずつ巻くときよりも単純にね、3倍収穫できるのでおすすめですね。はい、第4位がオクラになります。はい、種から苗になる日数ランキング第3位、こちらミニトマトになります。
ミニトマトはね、家庭菜園をされる方の中で一番人気なんじゃないかなと思います。そこまでね、広い場所じゃなくても育てることができますし、本当にお手軽ですよね。ミニトマトは種から苗になるまでに60日くらいかかります。今から種まきをすれば、まあ、うまく育てばね、ゴールデンウィークの明けた真ん中、5月真ん中から6月頃プランターに植えることができますね。発芽適温は20度から30度ぐらいですね。キュウリやオクラより低めの温度でも芽が出やすいですね。こちらも徒長しないようにしっかり光の当たるところで育てましょう。そんなミニトマト、今年はスーパーで買ってきたトマトの種から育ててみませんか？スーパーで買ってきたミニトマトをそのまま一粒食べずに取っておいて、で完熟にしたところから種を取って植えれば芽が出るかもしれません。最近ではね、一大交配種って呼ばれる、まあ、お父さんとお母さんがもう決まっているトマトが多いんで、取った種から同じ味のミニトマトっていうのはできないんじゃないかなとは思いますが、まあでもやってみても面白いんじゃないかなと思います。はい、第3位がミニトマトになります。はい、種から苗になる日数ランキング第2位、こちらピーマンになります。種をまいてから苗になるまで65日ほどかかります。発芽適温は25度から30度ぐらいで、このあたりからはね、時間も必要になってくるので、種から育てることは結構ハイレベルになってきます。私はジップロックにキッチンペーパーに挟んでお水をちょっとやった種をポケットに入れて加温して芽がちょこっと出るまで育てています。そして芽を覚ましてあげてからポットに植えて育てるようにしています。そうすることでね、気温の低い日も、まあ、気にすることなく、少しでも早く春の種まきのスタートを切ることができます。気温の上がる前に種をまきたい方にはぜひ試していただきたいおすすめの方法ですね。はい、種から苗になる日数ランキングの第2位がピーマンになります。はい、種から苗になる日数ランキング第1位、こちらナスになります。堂々の1位ですね。種から苗になる日数なんと65日から80日程度かかります。そして発芽適温は25度から30度。これはもうね、挑戦状を叩きつけられているような気分になりますね。キュウリの 2.5 倍かかるんで、かなりハイレベルですね。これもね、ポケットで芽を出してから植えると少し寒い時期から栽培を始めることができます。でもまあやっぱりなかなか難しいので、よっぽどチャレンジしたい人じゃない限りは、ホームセンターさんとか園芸屋さんで苗を購入されることをおすすめしますね。私はね、ポケットで芽を出して育てていて、今でまあ大体20日ほど経ちますけど、まだやっと、まあ、本葉が出てきたかなっていうのがあるくらいのサイズです。まだまだかかりそうですね。でも種から作ってみたいので試してみようと思っています。はい、種から苗になる日数ランキング栄えある1位はおナスでした。3月に入ってね、急に暖かくなったように感じますね。特に昼間はポカポカ陽気でね、外に出て日光浴をするととっても気持ちがいいですね。やっぱり人間もね、お野菜と一緒で外に出て
日の光を浴びることが大切なんだなと改めて感じる今日この頃です。これがそのポケットで芽を出してから巻いているお茄子になります。これはね、まだちょっと本葉は出てないんですけど、こんな感じです。見えますでしょうか。はい、まだまだね、暖かい日もあれば急に寒くなる日もあるので、皆さん体調管理も気をつけながらマイペースに種まき楽しんでいきましょう。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。